飽きてない。飽きてない。飽きてない。<laughs> <っ> <laughs> はい。ええー、こんにちはお方です。今日も YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。ええー、今週も、えー、ナノタンの時間がやってきました。えー、僕が最もリスペクトしている女性です。ますね。<laughs> はい。早速お邪魔したいと思います。こんばんは。こんばんは。お邪魔します。いらっしゃい。<laughs> はい。<laughs> リスペクトしてますよ。え？ 急に <laughs> いや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 もう急にじゃないそんなもうもうビンビンに感じてもらってると思ってますけども <laughs> あそんなちょのリスペクトしてるナルタに今日もお聞きたいお話があるわけですけども今日はついに第1位でございます、はいはい、彼氏にしたい男性の条件とは第1位、えー、相手を尊重できる人という。これまた偶然ですよ <laughs> これまたつまりリスペクト <laughs> 相手リスペクトできる男がいいということでうん、うん、これもうすいませんだらやらせ衆がすごい誤解されてしまうような流れになっちゃってちょっと話しにくいかもしれないですけどこれ <laughs>、はい、ナロタン的にはどういうことですかねえリスペクトって大事だと思います。大大事事ですよね絶対に大事、うん なんか友達か恋愛相手として見れるかってそこなんじゃないですかね。いやもうう本当そだよね尊敬できる部分があるっていうのはなんか何かうんって思うことがあってもカバーするもんね頭の中でさ。続きますよねやっぱり一月のかっこいいとかじゃなくて人としてね。 そうなんですよ。ああ、わかるわ、それは。もうなんか最終的にこういう人になりたいとか、うん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 。そういう方がなんか一時の好きとかよりも、うん。長持ちすると思いますね、愛感情が。はい。あのここにここは叶わないなとかさ、うん。本当そう。うん、あるよね。ある。僕の奥さんの話をちょっとしていいですか。はい。僕の奥さんはですね、あの。はい。 ものすごくメンタル強いんですよ <laughs> へ<ー>。へえ。かっこいいですね。いやもう怖いぐらい強いんですよ。<laughs> 絶対にブレないですね。ええかっこいい。はい、まあ。例えばこう煽られてあの一方安全運転なんですけどうん、うん、檻のように。はいはい,、はいはい,はい、い安全運転だからこう煽られてプップってやってきてうん、うんや、やってきたこう男がもういかにもやからでもやべえよっていうやつでも一本引かないんですよ。<laughs> 俺もう,もう俺はもうほんと怖くてやめてほしいですけど <laughs> <laughs> そんな遅こぎあるんですかいや男気があってですねすごいぶれないんですよね相手ビビっちゃうんですよ「あすいません」って言って多分<ー>やばい人なんだろうなって思うんですよ。<laughs> あ僕はでもそこを真似したいとは思わないんですけどでもうん、うん、自分の正しいと思ってることを もちろん自分が悪い時はちゃんと謝るんですけど自分が間違ってないっていうことに対しては一歩も引かないっていうところが僕はねすごいなって思うんですよ。かっこいいですよ、ねはあ、だから多分そういうなんでしょうねあの、うん、これまでこう付き合ってきた女性とかを見てみても、はい、そのやっぱりこう、まあ、もちろん人間だから最初はね見た目とかから入ったりするじゃないですかでもね成田が言ったように長く付き合おうって考えた時には。 うん、やっぱりそういうなんでしょうね自分があるっていうかうん大事あっていうのはやっぱり一朝一夕こうなんでしょうポンって作れるもんじゃないですからね。そうなんですよね本当に、うん、だからこう聞いてるみんなも多分自分で気づいてない人も気づいてる人もいるかもしれないけど絶対に自分だけが持ってるいいとこってあるんですよ。はい、ある。ね。 何か趣味を追求できるとか人の話を柔軟に聞けるとかうん、うん、なんかそういう良さっていうのはあのもちろんこうたまにそれを否定してくる人もいるんですけどでもやっぱりなんて言うんでしょうね自分でここは自分のこういうとこが好きだっていうところはうん、うん、守り通してほしいですね。ていうか何かその絶対見てる人がいますよね。うんうん、い,る,いる,る人から見たら輝いて。ね で多んそういうところがその人じゃダメ、うん、ないとダメな理由になると思うんですよ。うん、なるなる本当にね。ねなんかやっぱ背が高いとか、うん、ルックスがいいとかお金持ってるっていうなんか外見的なスペックって、うん、上には上がいるじゃないですか。上がいる、うんだから その人しか持ってない尊敬できる部分っていうのはかえが利かないからだから長続きするんでしょうかねそうなんですよねだから例えばほら、ね、目標を達成してさこう,うん、うん、豊かに暮らしてる人も確かにいい、うん、素晴らしくていいんだけども、うんうん、でも目標達成できてなくてもそこに対してこう絶対に諦めないでアプローチできるっていう。 うん、どこだってこう世の中の成功不成功だと成功してないかもしれないけどうん、うん、でもそこってやっぱりや誰もが真似できることではないじゃないですかはい、うん、だからそういうことっていうのはこう大事にしてほしいですね確かに、うん、磨いてほしいですね,ねだからみんな右へ習いでこう同一化しやすい世の中ですから確かにはいかそしたらね持ってる個性がね 潰されちちゃいますすもんんねそそそうそうそう,そう,そう,そうなんですよ人に合わせちゃうとそうだから例えばなんか僕よくあの、ねね、生徒さんの会話の添削みたいなのもするんですけど <laughs> あの要は物腰が柔らかすぎてこうなんか気弱<ー>に聞こえるのが悩みだっていう人もいるんですけどんでもその人とこうやって話をすると実に話しやすかったりするんですよね。 確かに、うん、だからそれってこう無理やりこうおらついた会話に変える必要はなくって全く。なないないうん、うん、だからそういう良さは残して、うん、でもプラスちょっとスキル的なことを身につけたりとかっていうふうにね、あのー、まるっとこう全部こう自分のが壊して自分を変えてやるってことではちょっと違うからね。ううん、うん、うん違う でプラスですよねそう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 ううそそその字をどんどん磨いていくっていう視点を持っておくと、うん、自然にしてれば人からリスペクトされるっていうような人間像が、うん、方向性がまず浮かび上がっていくんじゃないかなと思いますね確かに確かにうん、うん、という感じでちょっと何の単語だんだん飽きてきたので <laughs> 飽きてない飽きてない飽きてない。<っ> <laughs> ちょっとニート被るしね <laughs> 同じテーマだなみたいな。まあだから最終的に突き詰めていけば人間性ってことですよ。そうですよ。本当に本当に最終的に結局中身になっちゃうし。中身ってことですよ。人が評価されるところ、そうそうにじみ出ますからね。はい。確かに確かに。というわけでいいですね。ナロタンチャンネルはの中身を磨けるチャンネルということで。はい。はい、いい番組なんじゃないでしょうか。はい。 次回またテーマ変わりますので、えーはい、彼女の秋が薄まってくれることを祈って終わりたいと思います <laughs> では、えー、彼氏にしたい男性の条件とは8位から1位まで長期間に渡りやってまいりました今回はこのテーマ最終回となります、はい、はい。また次回新テーマ始まりますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあナルタもありがとうございましたありがとうございましたバイ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  ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。